はい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 。今、皆さんが気になってること。おそらくですけど、FA、巨人が誰取る？おそらくこれだと思います。ただ、現役ドラフト。これもマジで大事だと思うんで、今日は巨人の中から、まあ現役ドラフト候補、まあ僕が思うに5人ぐらいね、候補者がいるんで、まあその選手を今日発表していきたいなというふうに思っております。てな感じで始まりました。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見てください。よろしくお願いします。はい、すいません。今日はちょっとね、違う形でね、お送りさせていただこうかなというふうに思っております。はいはい、まあそんなことはどうでもいいんですけど、今日はね、現役ドラフト、ちょっとこれについてお話していきたい。やはりね、近年、現役ドラフトっていうね、制度ができまして、まあ阪神の大竹投手であったりとか、日本ハムのね、水谷選手とか、ブレイクした選手、まあ中日の細川選手なんかもそうですけども、ブレイクした選手、非常に現役ドラフト多いんじゃないかなって個人的には思っております。その中で、やはりジャイアンツ、いい選手たくさんいますと。うん。まあ他の球団にもいますけどもね。巨人の中にもたくさんいい選手。巨人では日の目を見てないかもしれないけども、他球団からしたら、この選手魅力だよね、と。うち来たら、レギュラーで使うよ、というふうに、思うような選手、たくさんいると思います。ただね、少し環境が違うから、巨人では出てないだけで、実際他の球団に行ったら、活躍する選手、本当に多いんじゃないかなって、僕思っております。その中で今日ね、僕がピックアップした巨人の現役ドラフト候補選手5名を今日ね、まあ、まあ僕の独断と偏見かもしれないですけども、少しね、見ていきたいと思います。まず最初に言いたいのが、決して悲観的ではないということです。先ほども言いましたように、現役ドラフトで、まあ、ブレイクした選手もいますし、実際現役ドラフトのルールから言うとですね、他の球団、他球団の方から、欲しいよ欲しいよって言われる選手じゃないと、ジャイアンツが先に選択することができなくなってしまうので、この現役ドラフトでいい選手を獲得する。そのためにはですね、こちらもいい選手を出す。他球団から欲しいと思われてるであろうと思うような選手を出していく。これが必要なんですね。まあこうやって言うと少し寂しい気持ちであったりとか、この選手出すのってあるかと思いますけども、よく原監督がおっしゃってました。まあ野球人生は短いと、だからトレードであったりとか移籍なんかも活発させた方がいいと、その選手が求められてる環境に行くべきであるというふうにずっとおっしゃってましたけども、本当に僕はねその通りだと思いますし、この現役ドラフト制度、すごくいいんじゃないかなと思ってますんで、まあね、まとめると、決して、僕これから5人の選手ね、発表しますけども、その、良くないから、とかっていう意味で言ってるわけではないということをご了承いただきたいと思います。はい、じゃあ早速ね、もうお前なかなか喋んなよと、お前早い発表せよというふうに思ってる方いらっしゃると思うので、発表していきたいと思います。はい、まず、一人目ね、行きたいと思います。せっかくボードあるんで、ちょっとボードに書きたいと思います。はい。久しぶりのボードスタイル、よろしくお願いします。はい、まず一人目。いきますよ。赤で書きます。映らない？ちょっと見えないか？じゃあ黒で書きますね。はい。いきます。これも薄いね。見える？ OK。はい、一人目。はい。増田陸選手ですね。あ、すいません。これ逆になってるかな？わかんないけど。増田選手ですね。
はい、やはりね、結構厳しい状況にあるのは間違いないかなっていうふうに思います。というのもですね、出場機会があまりにも少ないんですね、はっきり言うと。今年、1軍で4試合、増田陸選手がですね、4試合しか出ないと。はい。で、打率も0割0分0厘っていうところありますし、2軍でね、成績どれぐらいなんっていうふうに思って見てみたんですけど、108試合で乗りまして、打率が2割2分5厘、5ホームラン、33打点、OPS583 というふうにやってます。増田陸選手、どういう選手っていうふうに言われると、非常にバッティングが売りだというような選手だと思います。その中で、1軍で結果を出せないのは、多少、いろんな面あったりするんで、仕方のないこともあるかなと思うんですが、2軍で、この成績っていうのは、ちょっと厳しいんちゃうかなっていうふうに思いますし、これはね、やっぱりこう、中山選手がね、CS でホームラン打ちましたと。ドラフトで、石塚選手、浦田選手、荒牧選手、内野手取りましたと。で、他にも、出口選手だったりとか、ショートね、どうなっていくかわかんないけども、門脇選手もいますと。どこ入るって。難しいよね。で、特に打撃型の選手というところで、やっぱ打っていかないといけない。持ち味フルスイング。思い切りの良さだと思うんだけども、それをね、2軍でもなかなか発揮できてない。ただ、他球団からしたら、すごくいい選手。ね、数年前、非常に打った年もありました。っていうのもありますし、他球団からしたら非常にこう、こんだけね、アグレッシブな姿勢もありますから、俺んとこ来たら出すよっていうね、球団、絶対あると思うので、まず増田陸選手。これはマジであるんちゃうかなって僕は思っております。はい、次行きます。二人目行きます。ちょっとペンが薄いんでね、書かんでいいかなと思うんですけど、はい。畠選手。はい、畠選手も、非常にいいピッチャー。ドラフト2位で入ってきて、非常に、速球派、フォークも落ちる。僕、受けた中でも、一番のまっすぐ投げてました。ただ、怪我があったりとか、いろいろありまして、今年、一軍で一試合、畠さんが一試合しか投げておりません。はい。で、防御率が 3.00。で、投げたイニングも3イニングのみ。で、2軍でどうだったのかっていうと、37試合投げておりまして、防御率が 1.41。で、2勝1敗。ウィップに関しては 0.76 となってます。めちゃくちゃいいやないかと思われた方いらっしゃると思いますけども、実際やっぱり2軍でめちゃくちゃいいんだけど、1軍で登板機会がないって、めっちゃきついことなんですよ。実は、一番、戦力じゃないと思われてる選手って結構こういう使われ方することって多いんですよ。別に畠さんが戦力外になってるとかそういう言い方じゃなくて、結構やっぱりこう溢れてるというか、若い投手が一軍にいたりとか、有望な選手がいたりとか、いろいろこうね、要素があって、なかなか上がってこれないっていうところがあるんじゃないかなっていうふうに思うので、そういったところで結構序列というところに関しても結構昔より低くなってきてるんちゃうかなと思います。例えばですね、平内投手とか、泉投手とか、育成から試合がなかった伊藤投手とかね。今年あんまり登板なかったけど、田中投手とか。このあたりがね、やっぱり畠さんの、右でパワーピッチャーで、で、ロングリリーフもいけて、みたいなところになってるのかなと思うので、畠さんよりもね、年が若かったりとか、してる投手ほとんどですから、そういった意味で、すごく魅力的なピッチャーではあるんだけども、実際巨人で言ったら少し溢れちゃってるんじゃないかなっていうふうに思うので、少しね、心苦しいというか、ちょっとこう嫌だな、出すのは嫌だなっていうふうには思うんですが、非常に現役ドラフトの可能性、非常に高い選手なのかなというふうに思っております。はい、次、
3人目ぐらいと思います。3人目。はい。今村投手でございます。はい、今村投手ね。はい、まあずっと長年、巨人を支えてきてくれた投手。あ、書くの忘れてましたね。書くの忘れてました。もう書かなくていいって。はい、一応書いておきます。はい、今村。今村投手ね。はい。で、まあ長年、巨人を支えてくれた、来てくれた投手ですし、非常に、いいピッチャーではあるんですが、やはり、今年の登板機会もね、1軍で7試合。7試合しかないよね。7試合、防御率が 2.25、VIP が 0.88。で、僕の記憶によると、結構いいピッチングしてたんですけど、なんかやっぱりこう、いきなり抹消されたりとかいう、ちょっとこう、扱い的にも、あ、序列低いんちゃうな、低いんちゃうのっていう風に思うようなね、使われ方というか、抹消の仕方あったんで、非常にちょっと今村さんとしてはきついシーズンだったんじゃないかなっていう風に思います。で、実際2軍での成績どうだったのっていうところを見ると、42試合で、防御率が 2.03、で、2勝2敗、ウィップが 0.92 というふうになってます。非常にね、いいピッチングしてるんですよ。で、先ほど言った、畑さんもそうでしたけども、2軍でいいピッチングしてるんだけど、1軍での登板台、これ選手にとって一番きついんですよ。1軍の戦力になってないというところなんでね。上げてもらえないというところなんで、結構きついんですよね。で、今村さんの代わり誰がやってんのってところですけども、まあ今年言ったら、まあ横川投手とか、結構そういうね、まあ横川投手もともと先発とかやってましたけども、まあ今年リリーフもやってましたよね。っていうところで、結構その横川投手が、まあ今村投手を被るというかね、うん、まあいろいろこう、まあ若さもありますし、まあ結果もね、出してたっていうのがあるんで、非常に今村さんにとっても苦しいシーズンだったなというふうに思うし、これ今村さんね、他球団欲しがるところいっぱいあるんちゃうかなと思ってて、実際ね、まあ巨人から出ていかれたらそら嫌だよ。そら嫌だけども、今村さん出したら、一番にくじ引けるんちゃうかなっていうぐらいね、他球団からしたら欲しがられるピッチャーかなというふうに思うので、非常にね、現役ドラフトの可能性もあるんじゃないかなっていうふうに僕思ってます。はい。で、次、4人目いきたいと思います。4人目。はい。4人目ね。4番目。はい。4人目。大江投手でございますと。はい。大江投手。まあ、左のサイドハンドというところで、まあ、貴重ではあると思います。ただ、まあ、やはり高梨投手がいて、なかなか出番がなかったっていうのも事実かなと思います。で、今年、1軍で16試合。うん。防御率が 2.63。で、WIP が 1.24 となってます。で、2軍で32試合。防御率が 3.14。0勝1敗。で、WIP が 1.26 となってます。まあ、この成績見たら、まあ、そこまで悪くないなっていう感じはあるんだけども、僕が懸念してるのは、まあ、高梨投手いますよね。高梨投手だけでは結構きついっていうところあるんですけど、ドラフトでも宮原投手取ったじゃないですか。僕、あの、宮原投手結構やると思うんですよ。うん。で、中川さんもいるでしょ。中川さんも来季ね、帰ってくるっていうのが、あると思いますし、いろいろ、まあ、左、まあ、サイドハンドって言われると、高梨投手しかいないんですけども、左というところで見ると、結構、今ね、補強しつつ、あったりとか、帰ってきたりするね、ピッチャー、中川さんもそうですけども、いたりするかなというふうに思うので、大江投手どうかなって、まあ、可能性はちょっと低いかなとは僕の中では思ってるんですけども、十分ね、現役ドラフトの可能性もあるかなと思いますし、他球団からしても、左のサイドハンドと言われると、なかなかそんな数はいないので、すごくワンポイントというところでね、活路を見出していける可能性っていうのはあるのかなというふうに思うので、そういった投手を求めている球団からしたら、喉から手が出るぐらいね、欲しいピッチャーじゃないかなというふうに思うので、そういった意味で、高梨投手じゃなくて、大江投手もね、十分可能性があるんじゃないかなっていうふうに僕は思ってます。で、ラスト、5人目、いきたいと思います。はい、これ僕同期入団なんで、ちょっとあんま言うのは嫌だったんですけども、まあ、可能性としては十分あるかなっていうふうに思ってます。はい、湯浅選手ですね。はい、まあ、同期入団。非常に、守備走塁に関しては素晴らしい、うん、選手だと僕思ってます。はい、今年の成績見ていくとですね、1軍で
19試合、打率が1割6分7厘、0ホームラン2打点、OPS が333となってます。2軍では50試合出ておりまして、打率が2割7分9厘、0ホームラン10打点、OPS が695というふうになってます。まあ、この成績を見ると、まあ、1軍の試合でも見てましたけども、やはり、まあ、1軍に至っては、まあ、守備固めか、ダイソー、まあ、この起用法がね、主だったんで、打席数もやはり少ないというところあると思います。ただ、やはりこの守備と走塁に関しては、天下一品だと思います。本当に。守備なんかに関しては、マジで、門脇選手と引け取らないと思うし、守備範囲に関してもね。僕は多分、守備だけで言ったら多分、湯浅の方が上手いんちゃうかなっていうふうに思うぐらい、上手い選手です。はい。ただ、この選手が、レギュラーになっていくか、って言われると、非常に厳しいかなっていうふうに思いますし、実際、中山選手が、今ちょっと台頭、頭角を表してますよね。で、先ほど言ったように、まあ、ドラフトで、3人内野手取った。うん。で、そこに、まあ、泉口選手であってとか、うん。まあ、門脇選手もそうですし、中田選手なんかもね、育成に落ちましたけども、実際期待されてるね、選手の一人かなっていうふうに思うので、そういったところで、湯浅選手の代わりになりうるであろう、なるんちゃうかと思われるような選手が、結構ジャイアンツの中で、今年特にね、多くなってきたんじゃないかなっていうのところがあって、非常に守備、走塁のスペシャリストではあるんですが、ちょっとどうかなって、うん、ちょっと怪しいんじゃないのっていうふうに、正直僕の中で思いますし、まあ他球団からしても、これだけね、まあ、レギュラーになれる選手かって言われると、ちょっと、厳しいかもしれないですけども、非常にこの、終盤のね、ここぞというところに、バントなんかもね、非常に上手かったですし、やるのもね、うん、守備、走塁、小技に関しては、本当に、絶対まだまだ使える選手、他球団からしても欲しいかなっていうふうに、思いますんで、僕は、現役ドラフト候補に、湯浅選手も入ってくるんじゃないかなというふうに思っております。はい、そんな感じで今日5名の選手見ていきました。まあ、あらかじ間違いではないのかなっていうふうに思いますし、まあ実際今年のドラフトの補強の状況であったりとか、まあ今年の使われ方なんかを見ていくと、まあおそらくこの5名の誰かにの中から現役ドラフト誰か出るだろうなっていう予感は正直してますし、まあ、去年の匠であったりとか、ありましたけども、実際、活躍するね、可能性っていうのは十二分にあると思うし、実際やっぱり求められたところで、その選手がね、行ってやるっていうのは、選手にとっても、まあ、嬉しいことですし、巨人で結果を出せなかったっていうのは少し悔しいことあるかもしれないですけども、やはり求められた場所で、自分のプレーができる、自分のパフォーマンスを出せるっていうところは、非常に野球に選手にとってもね、まあ、その、まあ他の球団の選手にとっても、まあいろいろいいことかなっていうふうに思うので、まあ今日挙げた5選手いましたけども、まあどの選手が選ばれるか、もしかしたらこの選手以外の選手が選ばれる可能性もありますけども、まあ、この選手の中から出るだろうなっていう予感をしてますんで、ぜひね、皆さんの意見であったりとか、コメントなんかをぜひねコメント欄でシェアしていただけると嬉しいと思ってますし、僕もね、皆さんのコメントっていうのは本当全部目に通しますし、よくね、企画であったりとか、うん、いろんなね意見の参考にさせていただくこともあるので、ぜひねコメントよろしくお願いします。はい、そんな感じでね、今日は終わっておこうと思います。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わっていきます。じゃあバイバイ。